は4対2の大やばい、あーやばいやばい。21の差し事1441の25です。刺される率が、うん、刺される率大丈夫ですよ、いい、集中してください、自分の買い目に刺される率がまたミスった、同じテンポで、そう、あの、そのあのこう、やられ率がすごい高いんですよ、うん、これ、ちょっと金額ごとにばらけてるんで、もうものすごい気持ち悪い感じになってるんですけど、うん、これ1221の4ごろと1441の2ごろっていう形です、うん、それを金額分けてる感じですね。台形内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまでは3秒。そのスタートしました。3がちょっといいぞ。スタートを決めたのはセンターやばい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 ね。でも1が張る。いや、すごい刺すね。4号艇の裏紙が先手。3号艇がまくり出してきた。あ、危ない。あ、内をつく2号艇、ちょっと短マックする格好か。バックへ入りまして、先頭は1号艇。後ろ何がいます ?5?1 号4になっちゃう。裏紙です。言ってたやつ。1号の4、38倍とかやってるんですけど、1号美味しそうみたいな。道中でも無理だろうな、これ道中どうだ、あー無気力いいから無理だ、足いいもん、いやいやいや、ワンチャンスお願いします。これこの5は抜けないな。でもこの5はね、正直悔しい、かなりこの5はね、ちょっと抜きづらいと思う。あ、ここで、うまい、うまい、うまい、そして2番手、うまままま、うまいよ、待って、3がないからもう5で、いや多分3にはやられないと思うんですけど、ね、いや今のうまかったな、腕と足で今のは助かる。でこっからはやられないんじゃないか、これ3位かして刺すよね、2番手を追走で3番手争い、今度は3号艇、え、やられるの、無理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 、聞いてない、3号艇長谷川もやられるらしいじゃないでしょ、最終周期に入ります。もう今3着争いしてますもんね。先頭は陰線からの奮起に成功、1号艇の浦上拓也、3周1マークをトップ展開、これまた3人中になるよ。3番手争いは2点3点していまして、今度は5号艇の宮本が再度リードを取ります。でも多少離れたからこそ内側来られたりしたら怖いんだけど、そのままで桂林、2号艇の現場となります。こっち入ってこなくていいです。ラストマークは前回からホームです。1号艇浦上が先頭、ちっちゃく2番手追走は4番手の、あ、やばい、あ、やばい、やばい、宮本ですが内側からもう、いやでもこっからのパワーが違うはず、先頭1番手ゴール、はず、やばい、ゴーバーゴール、うわぁやられてんじゃん、マジかよ、なにそれ声でかあんだそれ、ちょっと待って、安いけどしょうがないわでちょっと手を打ったとこじゃないですか、145って。でも14510何倍あったじゃないですか、うん、5000円貼ってたわけですよ、1441の25 5000円、各5000円、うわー、なんか俺安くてよかったって気持ちになった今、うわ悪い人出たブラックマリブ出た、すぐ腹立つよね今のね、わかる